この国の皇室とメディアは以前から不幸な関係にあるが、それが最近さらに悪化してきているように思う。それを感じさせたのは週刊新潮、5月30日号の報道だった。政府の有識者会議は2022年1月、皇位継承策として、女性皇族が婚姻後も皇室に残る、旧三宅の男系男子を養子縁組で迎える、の2案を国会に提出した。だが、 報告書を受け取った当時の細田博之衆院議長は、保守派への配慮もあってこの議論を避け続けた。それが昨年10月に議長がぬかが福士郎に変わった途端、意欲を見せ、前のめり、なったというのである。その理由を去る宮内庁関係者がこう明かしている。ぬかが議長は就任後、上皇ご夫妻に越見する機会があり、その際に上皇后様から、 皇位継承に関する議論を、よろしく進めてくださいね、というご趣旨のお声掛けを賜っているのです。その真理を確かめようと身長がぬかがに上皇后様のご意向があったと聞きましたがと尋ねると、それまでの饒絶がうそのように突然沈黙。しばし静寂の後、一方的に電話は切れてしまったのだった、身長と報じたのである。 上皇后が政治に関与したとなれば憲法に抵触する恐れがある由々しき事態である。宮内庁は早速、5月23日に西村康彦宮内庁長官が定例会見で報道を否定した。だが、朝日新聞デジタル、5月23日15時49分、によれば西村氏は、我々の回答に一切触れていないというのはちょっとアンフェアとも述べた、という程度らしい。 危機感がないというより、週刊誌報道なんかまともに相手にするかという底意が、私には感じられる。秋篠宮家の次女、佳子さまのお相手報道も過熱してきている。急浮上してきたのが、旧家族の中でも名門と言われる島津家の佳子さまより1歳年上のメガバンクの男性である。4月13日に開かれた島津家の指摘会合に、上皇夫妻、 秋篠宮夫妻と共に過去様も参加したというのが根拠である。ここでも上皇后の意向があると一部週刊誌に報じられている。ハイエナのごとき週刊誌は、九段の男性を追いかけ、待ち伏せして直撃するが、よくわかりませんと丁寧に答えるだけだ。だが彼が、頭角となったらすさまじい取材合戦にさらされることは明らかである。宮内庁はどう対処するのだろう。 やはり秋篠宮家の長男、友人様の大学進学問題も山場である。週刊文春、6月6日号、では築区き高の同級生の永久がひーくん、久人さんの愛称イコール筆者中、が東大の学校推薦に選ばれたとしても、別に驚きません。学内でも成果をプレゼンし合う発表会がありますが、誰の研究のレベルが高いかというのは聞いていたらわかる。 彼の発表のレベルが高いのはみんな分かったと思いますと言っている。にもかかわらず文春は、トンボの記録を継続するということを6歳で思い立つとは思えない。両親に言われ、秋篠宮家の職員たちが手を貸した、あげ底、ではないか。一般入試で合格するほどの学力とも伝わってきていません。秋篠宮家関係者、と、言いがかり、のような記事作りである。 国民は皇室情報の多くを新聞、テレビからではなく週刊誌から知るのである。小室眞子さんのケースのように週刊誌が世論を形成していくのだ。今のような皇室、宮内庁と週刊誌がお互いを無視か敵対したままの状態は国民にとって不幸だと言わざるを得ない。文中継承略。